おはようございます。高田のバカゲーセン三方です。ストリートファイター渡辺です。これです。ただいま絶賛の試合中ということで、はい、ストリートファイター渡辺大会、エントリーの方を受け付けております。渡辺エントリー受け付けております。あと200円、はい、200円のうち半分は、渡辺を回すお金になります。はい、そうですね、みんなサスカッチとかジェネラルとか、強キャラばっかりです。ストリートファイター渡辺、スーパーストリートファイター渡辺対戦形式になっております。大きい方が勝ち、大きくて綺麗な方が勝ちとなります。はい、ストリートファイター渡辺大会となっております。本日も大会中、周辺の台、バーチャー3と、匿名も指つくもやつが改めてベトベトになることを受け合いでございます。あとで掃除が大変です。はい、まああとあれですね、お金を入れるところのところに、除菌スプレーがあります。除菌スプレーがありますので、ぜひ使ってください。さあ、ストリートファイター渡辺大会エントリーの方を受け付けております。来てますよ、今日も、怖い人来てますよ、今日も。はい、さあ、親子揃ってペアルックと似たような格好になっております。狙ってるわけじゃない。さあ、これどうだろうな、これ判定どうだろうな。イデアじゃねえこれ。さあ、こういう際どい勝負になっております。はい、はい、ただいま絶賛の試合中です。ストリートファイター渡辺、対戦形式で行われる渡辺大会となっております。なお、渡辺が終わりましたら、マジョル3になります。こちらも何でもありです、何でもありです。ただキャラ固定させていただきます。隠しキャラを、出せなかった人は失格になります。さあ、ワンピーがエアガイス仮面、ツーピーがマサオ、始まりました。ストリートファイター渡辺、の試合でございます。まだの試合です。あと5分少々エントリーの方受け付けております。さあ、ちょっとね、チラチラ見える、黒い背景のところにチラチラ見えるもの、これすべて渡辺の粉でございます。渡辺が待っております。渡辺が粉引きのように舞う高田の馬場ゲーセン帝2回、ストリートファイター渡辺大会、絶賛エントリー募集中でございます。参加費1人200円です。参加費に1人200円となっております。さあ、誰でも簡単ですよ。誰でも簡単ですよ。怖いお兄さんもいますけど、実は優しい人なんで大丈夫です。殴ったりはしません、大丈夫です。はい、渡辺絶賛エントリーの方募集しております。200円で、はい、ありがとうございます。
はい。さあ、ストリートファイター綿飴大会エントリー募集中です。あー、さっき綺麗にしたばっかなのにもう汚れちゃったよ。さあ、綿菓子、綿菓子機、今日も終わったら、さーて、ストリートファイター綿飴が終わり次第、マジョロ3、大会の方を始めたいと思います。マジョロ3大会、もエントリー募集しています。こちらも200円になっております。よろしくお願いします。マジョロ3大会エントリーの方受け付けております。まず、そろそろ、ストリートファイター綿飴エントリーの方締め切らせていただきます。ストリートファイター綿飴大会の方エントリーの方締め切らせていただきます。さあ、そして、あれ今繋がってないか、バーチャー繋がってないか。さあ、バーチャー繋がってっかな。繋がってないな。さあ、今、バーチャー 3TV、 あの池袋サラと対戦できる機械だ。さあ 2P 側がいけるぞ。そして、ストリートファイター綿飴エントリーの方受け付けております。そうか、シンゴさん98だとそれなんだね。チャンダイもウラクリスなんだね、フェイバリット。さーて、さあ、エントリーの方受け付けております。
はい、ストリートファイターわたあめエントリー、締め切ります。ストリートファイターわたあめ出る？マジドロはまだエントリー受け付けますよ。少々お待ちください。終わったらですよ。これ終わったらなんで、まあ、大体1時間ぐらいはかかるかな。はい。じゃあ、締め切りたいと思います。はい、エントリーの方締め切りたいと思います。やっぱなんか何も BGM ないの寂しいな。うん、はい、BGM マジドロで。はい、じゃあ渡辺の方エントリー締め切ります。抽選の方します。
夫は？舐めるなよ。はい、じゃあスーパーストリートファイター渡辺大会から始めたいと思います。今日は少ないですね。よかった、すぐ終わる24人が少ない、多いですけど、
か40人ぐらい。あ、なんでいいんすか。なんでいいんすか。前回チャンピオンの池袋サラさんじゃないですか。いや、俺来ないと話にならない。話にならない。ありがとうございます。なるほど、わかりました。今日はあの隣の人を脅さないようにどうかよろしくお願いします。いや、脅してるわけじゃない。脅してるわけではないと。わかりました。すいません、まあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもね、伝説はね、伝説として取っといた方がいいんだよね。伝説はね、本当はね、本当はね、まあでもいると盛り上がる。息子がさ、絶対来いっていうか。あ、息子が、息子に言われちゃしょうがないですね。可愛い息子に言われてしまったらもうしょうがないですね。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ池袋沙羅選手、今日も優勝よろしくお願いします。じゃあなんだっけ、ルール一応説明します。ルールを説明します。赤い席がライデンと一緒です。 1P 側です。青い席がライデンと一緒です。 2P 側です。はい、じゃんけんで 1P2P 選んでいただいて、座って渡目をプレイするとね。使用する割り箸はですね、純正の割り箸を使用してください。純正ミカド純正の割り箸を使用してください。で、ですね、スーパーストリートファイターワタアメはですね、相手の領域に、棒を突っ込んでですね、指突っ込むではない、棒を突っ込んで、割り箸突っ込んで、お邪魔しながら、邪魔し合いながら、ワタアメを作っていただいて、一向に構いません。ただし、直接攻撃はなしです。いいですか。プレイヤー本人並びに割り箸と割り箸が触れないように、相手を邪魔するようによろしくお願いします。故意にやった場合は、失格とさせていただきます。まあ、たまに当たっちゃうのはまあしょうがないとして、故意にやった場合は失格とさせていただきます。もし当たっちゃった場合はごめんと、一言、隣の方に言ってあげてください。よろしくお願いします。その辺はストリートファイターとはいえ、フェアプレーでどうかよろしくお願いします。最終的に作り終えた綿飴の大きさ、これで勝敗を決めたいと思います。大きさが同じだった場合は形の面白さになります。いいですか。で、形の面白さも変わらない場合は味見です。いいですか。味を見て判断させていただきます。同じ味だろって。審判はめんどくさいので僕です。はい、僕と八丁堀で適当にやります。スタートと言ったと同時にこうやるんですが、ザラメを放出させる際にこの機械はパチンと音がします。そのパチンがスタートの合図となりますので覚えておいてください。で、綿飴作ったはいいけどこんなの食えないよっていう人はこちらの方で後で美味しくいただく用のビニール袋を用意しておきますのでそこに入れてください。いや、全部俺は食うよという人はどうぞ、血糖値をどんどん上げてですね、糖尿病にでもなって、入院してください。よろしくお願いします。いいですね。じゃあ大体分かったよな。大体分かったよな。大体大丈夫だよな。うん。分かんなかったら聞いて。もうめんどくさいから。じゃあ、はい、ゼロ回戦。フツと正雄くんですか。あ、危ない危ない。ニコ生始めるの忘れてた。はい。ニコ生始めました。はい。じゃあ、ストリートファイターカーニバル、3、第5戦。スーパーストリートファイターワタアメ大会を、これから始めたいと思います。ルールは邪魔はしていいですが、箸と箸がぶつかったりプレイヤーへの直接攻撃はなしとします。はい、最終的に作り置けた綿飴の大きさ、並びに、形で、勝敗を決めると。それで勝敗が決まらないようであれば味見ということで、はい、審判は俺と八丁堀でやっていきたいと思います。じゃあいきますよ。というわけで、フツマソウ、はい、ストリートファイターカーニバル3第5戦スーパーストリートファイターを食べたいか始めたいと思います。じゃんけんして 1P2P 決めるんだ。フツとマサオ、どっちがうまそうな綿飴を作るか早くやってこい。ワンピー側は J リーグカレー勢のマサオ、そしてツーピー側はマインドシーカー勢の、フツ。さあ今その辺のアルコールは自由に使っていただいて、割り箸は純正の割り箸を使ってください。自分のマイ割り箸とかダメですよ、使っちゃ。じゃあスタートの合図、パチンとなったらスタートだぞ。ザラメが放出された、パチンとなったらスタートかな。割り箸と割り箸当たっちゃった場合はごめんと言って、フェアプレーでお願いします。喧嘩しないように、邪魔しても構いませんが、さあ、よし、やれ
よしやれ始まった。さあ今まさに、なんだこのマサオの右手が小刻みに動いてるのは非常にこう放送してて気まずいんですけど、あいついつもあんな感じでやってるんだみたいなノイ ですもん、ね、俺がそういうこと言わなきゃ何もないのにそういうこと言ってしまうのがまた良くないんですが、さあ回しているマサオ、これはですね、実は綿あめを作るコツはですね、あの割り箸を回すことなんですね、ええ、手じゃないんですよね実はね。まあとはいえですね、とはいえですね、前回のチャンピオン池袋サラさん今日も来てますけど、はい、まあなんかこういろいろ敵屋的には、敵屋に勝手に認定してますけど、いろいろあるわけですよ。あ、じゃあ、有識者の、敵屋の池袋サラさんに、池袋サラさんこれ綿あめ作るコツをどうか教えてくださいそれは教えられない教えろよ教えろ、教えたら俺負けるじゃん。負ける、あ、そうですか。やっぱコツがあるんですね、言わないコツがあるわけですね、企業秘密ということで。そうそう、さあデジタルに強い、実は池袋サラさんが、綿あめもうまかったということで、多分あれですよね、お店であれですよ、女の子にサービスしてる感じでどのお店だよって話です完全に風俗、そんなとこで働いてねえだろって言ってさあそんなことたい焼き作ったことあるよ。え、あ、マジです、たい焼き、マジで、やったことある、マジですか。え、ほんと、あー終わった、終わった。じゃあジャッジメント、勝者マサオ、あーい、綺麗です、マサオですね。はいはい、ありがとうございます。マサオはうまいですね。じゃあ次、シンゴとビブン、じゃあシンゴビブン早くやれ早く早く早く、何をそんなに急いでる持たないでこのテンションが、なんだろうかさあ、綿あめ大会です。大きく綺麗な方を作った方が勝つと。大きさは今ジャッジの、説明なんですが、大きさは今同じぐらいだった、ただマサオの方がうまそうだったという、ジャッジメントになっております。じゃあビブンさんの方だお前そうだ、あのキュアビブンだった、そうですね、キュアビブン。じゃあ早く、さあじゃあワンピーツーピー、じゃんけんで決めて、ワンピー側、ミカドの、プリキュアファンのビブン、そしてツーピー側、98勢のシンゴ、お金を入れてパチンとなったら、ゲーム開始です。いいですか。さあビブンが昇竜拳、波動拳以外の割り箸を持つ姿は相当レアではございますが、さあ始まった、始まったですね、よし、じゃあ始めろ。どうですか、あのお面をかぶってこの、この綿あめ作ってる姿はちょっと池袋サラ的にちょっとこうどういう判定を、ちょっとこれ判定できないどうやって判定すんだよこれ。そうですね、見えてるんですかね。そうそう、怪しい、これ結構あれ捕まりますよね、こういうことやってるとね本来であれば本来であればもう池袋、もう金目町のね池袋署にもう連行ですよ、作っています。さあくるくると両腕、おっとダブルプレーだ、両手を使っている両者、くる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 と、なかなかフェアな試合が乗り行われている感じですか。さあなんか微分が見えていないのか、視界が悪いのか、なんか奥の方に回しているぞ。さあここはおっさんで、慎吾さんは結構落ち着き払ったプレーということで、 2P 側を縦横無尽に利用して、大きな綿あめを作ろうとしている。なんか微分の手元が怪しいですが大丈夫でしょうか。怪しいぞ、なんだ、おっとおっと、左手、たまには左手も気持ちいいんだと左手でいった俺は右利きだけど左手行く、八丁堀左利きですけどねさあっと右手に変えたって、やっぱ左ダメだな、なんか違和感みたいなやっぱ違和感みたいな、こうと限界まで利き手でやって、利き手でやって、あーこれはどうなんだ、おー、なんだそれは、なんだそれ。じゃあ判定にあるこっちに見せろ勝者、慎吾お見事慎吾さんのちょっとこのあれは頭のこのあれがいいですよね、ちょんとこう角が生えてる感じで。じゃあ勝者慎吾、はい、じゃあゼロ回戦に、先へどんどん進んでいきたいと思います。部長いる、粉剣の部長、あとポンズ、じゃあじゃんけんして 1P2P 決めて綿目作ってこいあの自分がやりやすいかやりにくいかだけですなんかあったような気がしますが忘れました、もうあ、そうだ、ザラメの回転が時計回りなので右手の方が、 2P 側の方が楽っていうのがあったような気がしますけど、さあじゃあコイン投入、
ザラメ放出後試合開始。半時計です。半時計、半時計か。じゃあワンピーガーの方が有利ですね。はい、開始。さあ、ポンズ選手はあれですか、あのときメモ大会のポンズ選手ですか。そうです、そうですね。ときメモ優勝者ポンズ、ときメモ最強全一で、2P が北海道から今日来てくれました。コナケンの部長ということで、いや北海道に綿飴ってないんですかね北海道に綿飴はないのかと。高田の番まで綿飴を、作りに来てくれました。ありがとうございます。さあ、まあとき、お面白いですね、はい、ポンズはときメモで、コナケンはあのグラディウス勢ということで、はい、コナミ対決、別にコナミ関係ないですけどコナミ対決ということで、どっちがコナミへの愛が強いのか。チラチラと見える白いものは綿飴です。あ、このザラメンが飛んでるのは皆さん、あのご覧、あのこれがあのホタル見せてるみたいな感じで、あの希少なホタルの映像になっておりますねお前ら本当によ、ちゃんと食うのか。さあ、フェアに作っていい。どっちだどっちだ、ね、これ難しい判定だな。そうなんですよ、このゲーム見てください。ポンズさんのあの右手クリ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 とか動かしてるじゃないですか、いやらしく。これが綿飴を作る、ええ、実はポイントになっていると。皆さん結構こう割り箸回しちゃうんですよね。手こう、ではなくこう指先を使ってクリクリと、ザラメを効果的に効率よく、巻きつけていくというような形で。さあ、うまいですね両者。あー、終わったか。判定に入る。あー、どっちから。勝者ポンズ。ポンズおめでとう。判定の基準は大きさ、うまそうに見えるか、そしてそれでも決着つかなかったれば味ということになってますからね。よろしくお願いします。じゃあフツと、あ違う、ごめん、パピヨンだ。パピヨン選手、適当選手。じゃあパピヨンと適当、いる適当くん、適当くん、よし。じゃあじゃんけんして 1P2P 決めて試合してこい。パピヨンさん、岡山から来たらしいですよ。岡山に綿飴はないのか岡山にも綿飴、綿飴売り切れ綿飴、岡山、北海道綿飴の業者の皆様、どうか綿飴をゲームセンターに設置してあげてください。よろしくお願いします。このままでは交通費で皆さんが破産してしまいます。よろしくお願いします。じゃあ 1P 側敵と 2P 側パピヨン。じゃあパチンとザラメが放出される音が鳴ったら試合開始だ。基本的に相手の領域を邪魔しても構いません。ただし、リアルボディアタック並びに、割り箸同士をぶつけるアタックは基本的に今日は禁止とさせていただきます。その辺はフェアプレーでよろしくお願いします。間違って当たってしまった場合にはごめんと一言、正直すまんかったと言ってくれ。さあ試合開始。さあ岡山からパピヨン、今日は綿飴を作りに東京組んだりまで戦いに来てくれたストリートファイター。さあここはやっぱり岡山に大きい綿飴持って帰りたいところですよね、ええ、激しい戦闘が繰り広げているぞ。繋がってる、繋がってますね。これがあのいわゆるコンビネーションアタックということで、このままあの相手の綿飴取っちゃいたいところなんですが、まあ割り箸同士をぶつけるのは無理ということで。さあ待っております、ホタルが待っております、ホタルが待っております、ホタルが待ってます。秋の風物詩でございます。秋にはホタルはいねえだろ。さあ、おなんかあの適当くんが名前通りなんか適当な綿飴を今かなり作ろうとしてる感じですけど、しかもあのし、ああ右手右手ダブルプレーダブルプレーダブルプレー、引き裂いていく引き裂いていく引き裂いていく適当、この下の塊をうまく使い、そうですね、塊をこうね使えるようになってくるとやっぱり池袋皿急になれるのではないかと僕は勝手に想定しているんですが、さあ右手をクリクリと回して、さあ綿飴を、俺の綿飴をお前らに味わわせてやると適当が作っている。なんかあれですね、適当くんがちょっと焦ってる感じですね頑張ってほしい。時計回り、逆時計回りだぞ。さあこれはちょっと相手の領域に入って盗みたいところですが、よっしゃ、ジャッジメント、勝者勝者、岡山のパピオン、お見事。はいはい、うまそうでした、ありがとうございます。じゃあ次、フツくん、フツくんと、あ、フツくんって2ついるな。ちょっと待った、じゃあ先に死にかけパルキシやっていい、そしたら、じゃあ死にかけとパルキシ先に試合やってくれ。春だ、春だ、はい、じゃあ死にかけパルキシ、じゃんけんして 1P 決め、 1P 2P 決めて渡辺作ってこい。赤い方が 1P です、青い方が 2P です。ライデンと一緒です、ライデンと一緒です、いいですか。でこのザラメを剥ぎ出す機械はですね、
反逆時計回りになっていると。なのでワンピー側の方が有利という話が、ございました。ただしワンピー側にはこのお邪魔な割り箸入れがございます。どっちが、有利かどうかは知りませんけど、頑張ってやってください。じゃあパチンとなったら試合開始。さあコイン投入後ザラメ放出される。パチンもう早速ゴミを、あ、ザラメ切れた、ザラメ切れた、切れたかも。はいはい、さあはいはい、スタート。ワンピーガーは死にかけ右京はあれですね、今日はケンサムじゃねえや、センサムですね、センサムの、フリープレイを今日イベントでねマイク回してくれましたけどね、これ今ぐるぐる回してるのがこれが天波風神山という、死にかけ右京の必殺技になっております。果たしてこれで大きい綿目が作れるかどうかは分かりませんが、サムライゼっぽく、きっとやってくれてるんですね。一方、パルキチの方は両手を使って丁寧に、さすがストリートファイター、丁寧に綿あめを作成している状況でしょうか。大雑把ですね、大雑把ですね、もうさすがサムライゼ、さすがサムライゼ、だからケンサムなくなっちゃうんだよ な、だからなくなっちゃうんだよ、早くうまそうな綿あめ作れよ、これ早く。綿あめ負けたらマクジャパン売りに行くぞ、もうマクジャパン売りに行くぞ、ダメだぞ。さあケンサムがなくなってしまった怒りをこの綿あめ機械に突っ込んでいく。ワンピー側は死にかけ右京、そして 2P 側は波動拳と昇竜拳があれば大体戦える、パルキチ選手ということで、帝勢同士の潰し合いが今まさに行われようとしている。さあ右手をクリック、お前疲れねえのかそれやってて、大丈夫かここでなんか運動するんじゃなくて運動ゲームセンターで母言わないように。はい、どうですか、パルキチは綺麗に出来上がってますね。あれですね、結構綺麗に綺麗に戦いをこう熟知している形で、さあ作っている、粉雪が待っております、粉雪が待ってます。はい、お前大丈夫、お前の待って、お前さ飲食業絶対無理やからな、お前勝者マルキシ。はい、お見事。じゃあ春さんと藤崎恵子ちゃんいらっしゃいますか、春さんと恵子ちゃんいらっしゃいますか。じゃんけんして 1B2B 決めて、試合を返してくれ、2P で、じゃあ藤崎さんが 1P ね、はい、お前まずそうなわためつくんだ、ちゃんと食えよお前、ほんとにもう。じゃあ 1P が、おっと女性プレイヤー北海道から来た、藤崎恵子さんですね、部長と今日遊びに来てくれました。そして 2P が春さんですね。じゃあバチンとなったら、割り箸使ってでかくてうまそうな綿あめ作ってこいということで試合開始。さあワンピーが女性プレイ、まあ北海道にどうも綿あめがないという、残念ですね、残念な、感じなので、今日はわざわざ東京くんだりまで北海道岡山から続々と西から東から、高田馬場にこの綿あめ機を作りに、綿あめ作りに集まってくれたという様相になっております。あ、そうですね、あ、これ高月山ですね、高月山、グイーンとこう、月の形にこう半分ね、使って、フィールドを縦横無尽に使って、作っていくスタイル、春。そして、藤崎さんはしっかりと基本通りに、テンポいいですね、なんか藤崎さんのこう上下運動が気になりますね。これは新しいフラッシュピストンマハーパンチってやつですね。さあどちらが大きくてうまそうな綿あめを作れるのか。お、焦げ山がなんか 2P 側の春の焦げ山が非常に有効に見えますが、これはどういう勝負になるんでしょうか。ワンピーが藤崎さんは基本通りにフラッシュピストンマハーパンチを使って大きい綿あめを作ろうとしているこの状況。さあどうなる、焦げ山にこだわっていくな春。焦げ山何回目でしょうか、もうさあどうだ、これ分かんないぞ、300回ぐらいもうやってるんじゃないでしょうか。そう、これ分かんないぞ、いい勝負になりそうだぞ。さあ相手の領域を十二分にフィールドを使って春が作っていく作っていく、さあどうだ、うまそうで大きいのはどっ、ああこれ難しいな、これはじゃあ味見に行きたいと思います。八丁堀味見してこい、味見してこい、いやさんどうぞ持ってきて、いやこれちょっともう持ってきて持ってきて、
さんどっから来たの？横浜か勝者、北海道甘いね、これほんと甘い、これ死んじゃうよ、こんなの食ってたらありがとうございました。じゃあ、けいこさん勝利ということで、はるさん、ごめん、あまりにもいい勝負すぎた。さあ、じゃあ次、ジョニキ、UGM じゃんけんして正義を決めるんだ。これ具合悪くなるんだけど、大丈夫かこれ食べても。僕甘いものは苦手なんです、甘いものは苦手なんです、ごめんなさい。血糖値が上がっていく。さあ、じゃあワンピ側、ヴァンパイア勢のジョニキ、そして UGM 選手がツーピ側ということで、じゃあパチンとなったら試合を開始するんだ。あ、デスソース混ぜるか、そうだな、これは強烈な甘さ、血管ちぎれるんじゃないかってくらい甘かったですね。ありがとうございました。やばいっすね。ちょっ、はい、試合開始。さあ、ジョニキが激しく右手を回している。見てくれ、俺のこの右手を、俺の右手は世界を取る右手だぜと、ジョニキが素早い、お、小刻みに動かしていく。いつもあんな感じでやってるんでしょうか。そして次が UGM 選手は両手を使って丁寧にくるくると回して頭目を作成していく。さあ、粉雪が待っております。さあ、粉雪が待っている。今まさに高田の馬場ゲーセン帝は後ほどの掃除が大変なことを考えずにザラーメンを噴出しまくっているこの状況。さあ、おーと、ジョニキがスタイルを変えて、あ、うまいですねジョニキ、うん、あれ実はあの位置が回ってるザラメが噴出する、こう噴射口になっていると、しかもあそこは邪魔されないと。そうなんですよね、四角になっている安全地帯でございます。画面端をうまく利用してジョニキが基本に忠実にここで仕上げに入っている状況かもしれませんね。大きさだけではなく形も、重要視されるというこのソリッドファイター綿あめ対決。まあ、フィールドは基本的に邪魔をしても構いませんの、この好きに領域を使って構わないんですが、まあ、直接的な攻撃はなしというような流れになっておりますので、そこはご注意ください。さあ、焦げつ山、軽く小さめの焦げつ山を使っていくのは UGM。 さあ、どちらが勝つのか。さあ、ジョニキがなんか丁寧ですね、うまいですね、しっかり作っていく。あの壁はめはありですよ。さあ、どうだ、どうだ、あ、むず、あ、ちょっともう一回よく見せて、よく見せて、よく見せて、ああ、勝者ジョニキ、お見事。ほんのわずかだけジョニキのがでかかった。ありがとうございます。じゃあ皆さん、お待たせしました、お待たせしました、ゼロ回戦メインイベント、イデア VS 池袋サラー、みんな拍手。チャンピオン、ここに現れる。じゃんけんして席を決めて試合を決めてくれ。さあ、イデア選手、あのレジェンド、伝説のバーチャファイター、元鉄人と今はターメで雌雄を決する、バーチャファイター2じゃなくても俺は強いんだと、池袋サラ満を持して高田の馬場ゲーセン帝に来店。ワンピガーを選択していく。そしてイデアは NI イン全一の男、ある種全一対全一の戦いと言えるでしょう。ワンピガーは池袋サラ、ツーピガーイデア勝つのはどっちだ。さあ、始まった。さあ、完全、見てください、あの池袋サラさんのあのフォルムを、完全に本職の動きを手元、ね、この腕の角度、全てがあの計算されて、もう敵や魂全開ということで。そして若者イデア、ここはあのチンピラをやっつけてやる違うぞ、違いますよ、普通の人ですよって言ってね。さあ、では若者頑張ってほしいところ。敵屋さんじゃないですよ、敵屋さんじゃないですよ、まるでお店ださあ、イデア、ここは池袋サラに対し、はい、なんとかこう、なんで本当にこの人作るのうまいと思いませんか、はい、でかいんですけど大丈夫ですか、何をやってるんでしょうか。あ、さあ、池袋サラ敵屋疑惑がまた、なんか足してません、またなんか足してる、なんか白い粉とか入れてます、なんか粉とか入れないでください、お願いします、やめてください。さあ、回していく池袋サラ。
さあイデアの手元が若干見えないところだが、若者イデア、イデア選手はコンビニとかでバイトとかしてるらしいんですけど、コンビニでぜひこの綿飴を置いたらいいんじゃないかなとイデアが作ってあげればいいんだよ女の子に。頼みますよイデア、ちゃんとやってください。はい、じゃあくるくる回して。池袋サラがあのいやらしい手つきで今は、あー難しい難しい、あーどうだこれはちょっと味見ですね、味見に味見、ちょっとこれ味見ですね。どっちこれ、これちょっと池サラ伝説ちょっと危ないところですよね。これやばいですよね。こっそり食うから。イデアのね、今のはイデアのやつです。今のがイデアですね。やばい。池袋サラの綿飴うまいわ。うまいよな。え、うまいうまい。これマジうまいから。いや、それは前回なるくんと池袋サラの試合でも同じことを結構指摘されてるんですけど、勝者池袋サラすいません。はい、じゃあイデア君には特別賞として池袋サラが作った綿飴を差し上げたいと思いますおめでとうございます。じゃあ次、あ、じゃあ1回戦、やっと0回戦終わりましたね。じゃあみーちゃんとマサオ、みーちゃんマサオ、じゃんけんしてワンピーツーピー決めて試合をしてこい。いやーイデア君、大人の世界を知りましたね、ある意味ちょっとだけね。ありがとうございました。じゃあワンピーゴは、J リーグカレー勢マサオ、カレーではなく今日は、綿飴を作っていくということで、ツーピーゴは、今日センサムプレイ、イベントやってくれたみーちゃん選手。じゃあ準備ができたら試合開始するんだ。雨な本当にこれ、ちょっとこれ誰か水買ってこいみたいなこれはコーヒー買ってこい。さあ始まった、始まった、パチッとなったら試合開始の準備合図だ。さあマサオがまた素早い動きで回していく回していく。さあマサオの右手がもうあれですね、高速を超え、セブンセンスズ、いやエイトセンスズぐらいオーステナイト状に今赤くなって、私の右手が光った時に時空が歪むかもしれませんね。さあおっと、なんかゴミ処理していくみーちゃん、みーちゃんがゴミを与えていく。あ、ゴミをマサオに渡す、ゴミをマサオ、おみーちゃん攻めのスタイルですね、ゴミをマサオに渡していくスタイル。あれなんか、あれマサオが、なんかマサオが、え、あれ、ま、みーちゃんのがって取られていく。あ、いいですよ別に、これはそういうルールですからね。まずいですね、粉雪が舞うこの高田馬場のゲーセン帝の2階で今みーちゃんが、なんだマサオは、俺のザラメが、俺のザラメを返せと何か一つ方向していく。これ圧倒的ですよ、圧倒的ですね。あ、これはみーちゃん飲食向いてない説がまた出るんじゃないですかこれ。さあマサオが、あら、マサオが巨大な綿飴を作っていく。あー、マサオから奪っていく、マサオから奪っていく、取り返していく。マサオガード、ガードポジション、マサオガードポジションさあザラメあれ、あ、これやばいね。これあこれね、みーちゃんこれは相当飲食向いてない勝者マサオお見事。はい、じゃあ次ですね、シンゴと BAA ですね、98勢対キメラビースト勢、じゃあ試合開始しろ。甘いなこれ、具合悪くなってくるんだよこのクッテッド。まああれですよね、こんぐらいの差をつけないと、池袋サラは倒せない、倒せないですからね、池袋サラに勝とうと思ったらあのぐらい差をつけていかないとダメですね。じゃあ1ピーガは、BA キメラビーソーゼ、2ピーガは98勢のシンゴ、
じゃあシューティング勢が強いのか、キングオブファイターズ上手いやつが強いのか、決着つけてこい。今日の試合は渡辺だ。これがまあアメリカでは、あの海外版の名前はストリートファイターコットンキャンディーっていう、ええ、ゲームになってるんですけど、あ、最近あのスーパースストリートファイターコットンキャンディー2みたいな X、まあいろいろこうシリーズか、まあ家庭用移植現在待ったなしの状況になっていると。ネシカで年内に、ネシカに年内で配信されるのと、Xbox One 並びにプレイステーション4で、おそらくこのストリートファイターコットンキャンディー、まあ配信で、リリースされるんじゃないか、配信されると。どっからザラメが配信されるんでしょうかね知りませんけど、じゃあ BAA が作っていく。完全移植できるかどうかは僕は分かりませんが、さあ、あれなんか信号がなんかちょっと小さめに見えますが、丁寧に作っていくのは BAA、 こういう仕事がやっぱうまいですね。意外とこう裁縫とか得意なタイプですね、あいつきっとチクチクやってますね。チクチクやって、家で多分家ピコ、家ピコ勢ですね。家で綿飴作ってるということで、さあくるくると回してよく言うよ、本当によく言うよ、まったくもう、さあ池袋さんはもう本当に見えない何かに負けたって言うけど、いやそんなことないよ、そんなことないよって、実力だよって、ダメですよね。何がうるせえな、うるせえなさあどうだ、さあどうだ、あったこりゃ、これはこれはどっちを食べたいかというと、俺は慎吾の方が食べたいか、慎吾勝利おめでとう、ありがとう。BA も惜しかったですね、ありがとうございます。じゃあ、あ、じゃあちょっとここで枠変えまーす、ニコ生の枠を変えたいと思います。じゃあピノとポンズ、じゃあ案件だけしといてくれ、よろしくお願いします。まあやっぱりあのイデアはまあさすがに童貞を捨てていたらさすがにこう考えたんですが余計なこと言われでいいっていうね。そうですね、ちょっとさすがにそこは、そこはちょっとお前はピュアすぎたな、この勝負は無理だね。全然ピュアじゃない人とやるっていうのが良くなかったですね、最初にね。というわけでよし、じゃあ待って、ね、もうちょっと、はい、じゃあ枠取りました。はい、じゃあ 1P 側ピノ選手、 2P 側ポンズ選手、じゃあちょっと待っててね。さあストリートファイター渡辺、着々と試合が消化されていく。今日は24人の渡辺コットンキャンディー、ファイターたちが集まっていただきました。さあザラメが放出される前にポンズがもう早い動きで、さあこ、はい、試合開始。心なしか、渡辺機から離れてる俺の手もベトベトになってきて、ベトベトになってきてる、だんだんなんかあの足元がベトベトするようになってくるみたいな感じでしょうか。あとで掃除が大変なんだぞこの大会は、ということで、一応下養生してますけどね。そうですね、さあここは下段足バレ水面蹴り的な形でポンズが、広くフィールドを使っていく。さあ長めの綿飴が完成しているのがチラ見できますが、ピノはセーフティーゾーンを、ピノは安全地帯画面端角を取っていくスタイル、オセロかっていう、まあ角を取った方が、角を取っていくスタイルで今左上方面にくるくると、割り箸を回して綿飴を制作している感じでしょうか。さあ両者ともに、領域をうまく使っている。さあ今度は下に移動してきたぞ、下に移動してきたぞ、何か足元をすくっていくのか。前回、ストリートファイターカーニバル、1日目、ときめも指突っ込むやつで優勝したのがポン選手。今回は、わたあめ機に棒突っ込むやつなんですが、はい、ここで同じく突っ込む的な、このゲームをポンズしっかりと勝負にしていくことができるんでしょうか。さあ小月山アンチから若干下に移ってくるなピノ、なかなか大きいわたあめを作られてるんじゃないでしょうか。さあここで両者が交錯する。さあどうだ、細長い、お前らお前ら職人か、お前ら職人か、勝者大きいですねピノ選手、お見事。お前ら職人か、何やだお前らはい、じゃあパピオンガロボーじゃんけんして席を決めるんだ藤崎さんエアガイツ仮面とやるんだ恵子さんがやばいですね、これはレアな戦いが見れそうですね。まあいいや、とりあえずワンピーかガロボー、あ違うか、いいんだな、
で、ツーピーガは、先ほどゼロ外戦適当選手に勝利してきたパピオン選手、ガロボー選手は前回のストリートファイターカーニバル2、前々回のストリートファイターカーニバル優勝しているプレイヤーとなっています。通称ミスター MVS ワンピーガーへ。さあ純正わた、じゃねえや割り箸を、箱からボックスから今取り出して、さあ準備を整えよう。コインを投入しザラメ放出音が鳴ったら試合開始だ。さあまた、さあ準備している。さあ始まった。パキッと鳴ったら試合開始のゴング。さあここはガロボー、まず安全地帯を使って巧みに綿あめを作っていくような形でしょうか。左手右手を添えてくるくると回して安全地帯、安全な場所で綿あめを作っていく。これ 2P 側の下だから、そういう意味で焦げ算が結構重要になりますね。そうですね、範囲を取って、あ、ガロボーが、ね、今それを邪魔しに行きましたね。おっと逃した、じゃあお前には取りに行かせないよと逆焦げ算を見せていく形になりましょうか。 2P 側の下だから焦げ算を意識した方がいいですね。で 1P 側の下はカードを取っていくっていうようなスタイル。さあ形を、お、なんかすごい形になってるな、パピオン。もう強引にパピオンが何かしなるしなる裂けるチーズじゃないですけどしなるわたあめみたいな感じで作っていきますね。さあガロボー落ち着いて、これなんかガロボー選手どうせ動画大好きですから、池袋サラがどうやって作ってるか多分ね研究してきたと思うんですよ。あ、こうだみたいな感じで、こうすればこうすれば勝ち確だなみたいな感じで、今日は攻略を考え抜いて、まずは股を開いて、自分の股を開いて、そうですね、そして日焼けサロンに行き、池袋相手を威嚇しそうですね、ホストクラブに勤めみたいな、そんなことはないですね。みんなカードを取っていく、カードを取っていくスタイル。綿あめをうまく作るにはそのぐらいの努力が必要だってことですね。さあどうだ、あ、これは勝者ガロボー、よくやった、えらい、はい、ありがとうございました。じゃあ次エアガイつかめん、藤崎恵子、じゃあじゃんけんして正義を決めて試合を開始するんだ。エアガイつかめん、じゃあこれは粉剣 VS ライジン青木ライジン青木、レアな試合ですねこれが。またさあ俺でも、じゃあワンピー側、北海道から来てくれました藤崎さん、そしてツーピー側、ストリートファイターカーニバル現在ポイントランキング1位、ポイントランキング1位、エアガイス仮面。じゃあ準備ができたら試合を開始するんだ。今日はエアガイス仮面は大塚義知君の記事の通りに、きっと綿あめこのトーナメントを制した後に、エアガイツをお前らやるんだと綿あめ勢に奉公してくれることでしょう。じゃあワンピーガは藤崎さん、ツーピーガはエアガイツ仮面、そうエアガイツ仮面が激しく右手を回していく。さあここは取り合いが、つばぜり合いが発生する、つばぜり合いが発生する、女子供とて容赦しないのがエアガイツ仮面ということで、さあエアガイツ仮面、お、奥の方に右手を入れていきますね。あの右手ザラメに巻き込まれないでくださいねあのダメですよ、怪我しちゃダメですよ、怪我しちゃダメですよ。 お医者さんにどうしたのって言われたら、いや綿あめ器でさって言えないだろダメだぞ、 TKO が見てくれるよ、ダメだ。まあそうですね、はい、あのバンパイアハンター勢の TKO に直伝で直してもらってください、はい、よろしくお願いしますあいつ外科か分かんないけど分かんないけど、ね、何かか知りませんが、さああ、どうやらあのユーストに外人勢が現れた。外人勢、ストリートファイター、コットンキャンディー、マイファーザーイズティーチャー、アイファイサンキュー、アンデューみたいな。うわーということで、大丈夫でしょうか、外人の皆様。サンキュー、サンキュー、ジスイズザットって、適当なことを言っておきたいと思います。さあ、回してる、おっと、激しく領域を分け合って、あ、もう完全に両者ともプロの、いや、こいつかめ、お前。意外と器用なんだな、すごいな。僅差だったら地形効果ありますからね。地形効果があるぞ、気をつけろ。お前八王子は北海道に勝てねえんだぞお前、頑張れよ。エアガイツ仮面、あら、あ、はい、やばーい、これは文句ないだろう。勝者エアガイツ仮面、お見事。今日も取りに行くエアガイツ仮面、ありがとうございました。で藤崎さんも北海道からありがとうございました。じゃあパルキシなる、じゃんけんして正義を決めるんだ。前回池袋さらに地形効果で敗れてしまったナル、その復讐を今トゲに高田の馬場ゲーセン帝現れてくれた。
ワンピーガはストリートファイターパルクシー、ツーピーガはバトルクロード全一なる。じゃあ準備が整ったらゲームを始めるくれ。バトルクロードやってると綿あめ作るの上手くなるんですかね。上手くなると思います。さあどうなんでしょうか。バトルクロードには綿あめの全てが詰まってますからね。詰まってるみたいですからね。さあ始まった。さあここでパルキシがくるくると右手を小刻みに回していく。そして両手を添えてパルキシの左手が怪しかったですね今、うん、さあなるはもう前回池袋サラ選手にやら れ,、うん、やられ。その後何かの大会で池袋サラの息子にやら れ,、打倒吉峰家みたいな状況になってますけどなるは大丈夫なんでしょうか。今日はその恨みを、積年の思いを晴らすことができるんでしょうか。なる、さあ回していく。なるのリベンジ、まずはこの試合がスタートとなります。帝勢同士、どちらが勝ってもおかしくない。まあ両者ともにうまくフィールドを分け合って回して作っている感じですが、時折パルキシの左手のあの指の動きが非常に気になりますね何なんでしょうか、癖なんでしょうか。さあさあ、なんかパルキチの人差し指になんかついてるよ。ゴールドフィンガーができてるお前の指に綿あめ作っちゃダメなんだぞさあ回していく。なるが奥の方に角を取っていく対角線上に。バトルクロード全一全一。なる、今日は吉峰家を全殺しするために高田のまま組んだりまで来てもらいました。さあ斜め上から、さあ決勝前に必ず吉見家と当たる、当たらざるを得ないですからね。さあどうだ、さすがバトルクロードか。あどうだこれ、あなる、これ負けたんじゃねえのか。えちょっと回してみて、回してみて、回して、味見に入りたいと思います味見なんだ。甘い勝者パルキシなるごめんいや惜しかったですね、つばぜり合いでした。ありがとうございます。よっしゃ、ジョニキー VS 池袋サラの息子。さあ親父の意志を継いだ池袋サラの息子がなんとジョニキと激突ということで、こんなに大きくなりました。これ血糖値上がるなこれ。あいいよ。でワンピーガは、オウルこと池袋サロジュリア、ツビガはジョニキ。じゃあ準備ができたら試合開始くれ。さあそう、あのユウ君がこんなに大きくなるとは思わなかった。池袋サラと洋服をシェアできるというぐらいの池袋サラの若さにびっくりなんですがそうですね、ほんと体型変わんないっすね。体型が変わんないよくでもゆうくんあれね、お父さんに似てきたね。ああだんだんね。あじゃあイケメンですよ、イケメン。将来ああいうふうになる、将来ああいうふうになるんだ なんです、ね、タッチ悪いとか言って嘘ですよ嘘ですよ、下ので金髪でオールバックになっちゃうわけですね。まあ池袋サラさんのね、ええ、こう若々しさがね、ええ、オール君にはありますからね。池袋サラダさんと同じような若々しさがね、同じ洋服ですからシェアできますからさあどうなるかいつまでも若く、いる吉峰家の謎ということで、ええ、さあ作っていくオール。さあジョニキー、ここでまずは親父の前に息子をこう殺しておきたいところですが、どうでしょうか。お互い角を分け合ってくるくると回して渡辺を制作していく。ジョニキー攻撃的なスタイルを狙いと。小毛さん、小毛さん、お息子がやはり格闘ゲームのセンスが違うのか。小毛さんを見せていく。さあここでちょっとジョニキーがカードの方に親父譲りの島の取り合い、そうですね、親父譲りの小毛さん、島の取り合いを見せていく。さあどうだ、あーこれは息子超いいもの作ってるんですけど、相手が悪かった勝者ジョニキーお見事、惜しかった、素晴らしいセンス、池袋サラと変わらぬセンスではあったんですが、ジョニキーのがでかかったありがとうございます。
さあ、池袋サラと鳴沢ゆい。じゃあ池サラ鳴沢ゆい、じゃんけんして正義を決めるんだ。いやー惜しかったですね。さあ同級生通勢鳴沢ゆい。じゃあワンピー側同級生通勢の、鳴沢ゆい、ツーピー側伝説のバーチャルの鉄人池袋サラ、前回この大会で優勝しているチャンピオンプレイヤーとなっております。じゃあ準備ができたら試合開始。でも鳴沢が 1P 取ったのは大きいですね。さあ始まった。さあ同級生2を心から愛し帝へ殴り込んできてくれた鳴沢ゆい、現在ストリートファイターカーニバル、3ポイントランキング5位だったかな。そうですね、1日目の初代ジョジョ大会で実は優勝を飾っているのが鳴沢ゆい選手、はい、1P 側オレンジの T シャツ、そして 2P 側は無敵のチャンプ池袋サラ、息子と背中が何ら変わらなくなってきましたね。まあ金髪の方が親父さん、親父ということで、ね、親父の方が荒ぶってる感じでしょうか。さあ今でも若々しく、若々しい。そして禁煙外来に通って禁煙外来に通り心折れた、心折れる、池袋サラ。さあ2度目、もう一度このトーナメントを制することができるのか池袋サラ。どうしてこの渡辺大会の時に黒い服で来ちゃったのかなと汚れが目立ってしまうぞ池袋サラ。大丈夫でしょうか。あのお兄さんなんかザラメついてる電車で言われるぞ。大丈夫か池袋サラ。さあ職務質問はあれですよね。あの君白い粉ついてるよ、白い粉があるななんつってそうですね、何かなこの粉はなんつって捕まらないことを祈りたいと思います。さあまあ、して結構あの鳴沢ゆいがあれですね、おおあーあもう食べちゃう、あもう食べちゃう、勝者池袋サラチャンピオン不利と言われる 2P 側でもしっかりうまそうなため作っていく、あなたは一体何者ですか。ありがとうございました。よし、じゃあ上行くぞ。さっきこれマサオじゃねえか、勝ったの。あ、マサオですね。マサオ、マサオです。じゃあマサオ、はい、シンゴ、じゃんけんして席を決めろ。ベスト8、1、2、3、ベスト8が出揃った。ワンピーは J リーグカレー勢のマサオ、マサオ J リーグカレーよ。そして2ピーガは KOF98 勢シンゴ。そして吉峰さん全部食べますからね、作ったもの。吉峰さんはあの痩せてるから大丈夫なのかなって思いますけど、うん、あんまりこう食べ過ぎて痩せてる人が、うん、こう食べ過ぎて実は内臓おかしくなるってまた注意してくださいじゃあワンピーガは、マサオ、2ピーガはシンゴ。さあ J リーグカレーか KOF か、わたあめで決着つけてこい。始まった。さあマサオがいつもの俺のこの右手を見ろよと、ぐるぐるとザラメを絡ませていく。ぐる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 と完全にこれはもう職務質問回避不能な動きになっておりますが、どうでしょうか。そして肋骨奪っていた、奪っていきましたね。奪っていた慎吾君、このわたあめはもらっていくよとこれは大きいの作ってるね、ありがとうという形でマサオが今盗みに行った。実はこの今ユーストリーム海外勢がこう見てくれてるじゃないですか、ええ、これはもうだって海外版がね、ええ、ストリートファイターコットンキャンディってもう出てますからね、もう、出てますからね、出てますからね、はい、まあしょうがないですね。日本の皆さんもこのもっと流行って完全移植がすぐダウンロードできるような状態に早く持ってきたいところなんですが、はい、ジャパニーズコットンキャンディ、ジャパニーズコットンキャンディ、マイファーザー、マイファーザーイズティーチャー、アイファインサンキューということでバカにしてんのかバカにしてんのかね、いいですね。外人ストリートファイター、わたあめ、わたあめ、わたあめ、コットンキャンディー、コットンキャンディー、オッケーっつって、そうですね。おあお、英語ができるエアガイツカメン先生が英語できんのかお前おい、おーなんだか、いい勝負。あ、なんだこれ、プロだなお前ら、綺麗だな。
え、食べるの？食べなくてもよくない？これあ、難しいなこれ。そうっすね、シンゴさんだと思いますけど。いや、あんたたちプロだ。どっちが勝ってもおかしくなかった。あ、これ今度から、じゃあ重さを測りましょうね。ああ、重さ測りましょう。はい、じゃあ、とりあえず今日はマサオごめん、シンゴ勝利、おめでとう。ありがとうございました。ちょっと精密な測りを用意しましょう。いやー、暑かったですね。俺たちがバカなことを言ってる間に、うん、2人の対決はもうプロレベルまで行ってましたよ。完全にプロゲーマープロゲーマープロゲーマー、今すぐ神社の前でデビューできますね、お祭りの時。はい、じゃあ次ピノとガルボー。はい、じゃあピノガルボー、準備ができた、試合開始。そうですね、やっぱりそろそろ本格的にあれですね。あ、やっぱ測りが必要になってきたと。測りが必要だよね。さあ、今最も世界で注目されている格闘ゲーム、ストリートファイターバトル、コットンキャンディーとなっていますが、じゃあちょっと英語を読んでみますかね。オーオンニードトゥゲノプロフェッショナルコットンキャンディー、いやいや、ということでプレイヤープレイヤー、うん、Okay. Okay. My father. My father is teacher. That is this. 出かけるときは忘れずにということで。ジャンボハバリーということで。英語じゃね。はい、始まった。さあ、ワンピー側、ピノ選手、ツーピー側、ストリートファイターカーニバル3連覇を狙っていくガロボー選手。今回ガロボー選手は池袋サラ選手の、コットンキャンディーの、スタイルをおそらく踏襲勉強してきていると思われますが、どうなんでしょうか。 2P 側でも、池袋サラ選手先ほど大きい綿飴作ってましたからね。そう、多分完全に有利不利ではないと、実力で何とかなるというのはもう分かってますね。ピノさんは N1 勢で N1 か、それともガロボー2か、味方で一番背の高いプレイヤーではないかなと俺は思うんですが、ね、はい、ミスタージャイアント、わため、ジャック・ニクラスって分かってくれますよ。ジャック・ニクラス、ジャック・ニクラス、ジャック・ニクラス、今何やってんのか、すぐググって俺に報告よろしくお願いします。あ、さあ回していく回していく、おピノ選手もうまいですね、作っていくのが。さあガロボちょっと焦っているか、焦げつだんだ、焦げつだん、早く使っていけ。それかもう 相手のわたあめをこう割り箸に触れなければそぎ落としてもいいんだぞ。さあスーパーストリートファイターアメは邪魔をできるというルールになっておりますが、両手を使って回していく。ワンピーガーがピノ、スピガーがガロボーです。そうですね、おなじみ、おなじみガロボー、ガロボー、ガロボーが、今回はストリートファイターカーニバルね、出なくてもいいという、ルールになってるんですが、おっとーこれは圧倒的勝者ピノ、ピノ、まあ基本的には 1P 有利のゲームになってるのかもしれませんが、でも先ほど池袋サラ選手はね、それをひっくり返しているので一概にも言えないということで。じゃあエアガイつかめパルキチ、試合してこい。さあ、エアガイつかめんが着々と上位に上がっていく。ストリートファイターパルキチとの試合となります。そうだな、おーピノ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 ー、ああ分かった、外人お前ら食ったことねえんだろ、わたあめとか。あ、ないん、え、あるの、あるでしょ、コットンキャンディーっていう名前ありますからね。そう、あ、いや、でも分かった、お前ないんすよ、きっと作ったことねえんだろ、外人てめえら、バカだな、日本にはこんなものがあるんだぞ、どうだこの野郎、バカ野郎とね。まあ、ババに来れば食えますんで、どんどん作ってください、はい、じゃあ、ワンピーガーはエアガイスカメン、ツーピーガーはパルクシーということで。さあ、お、なんかエアガイスカメンが早いですね。あれ、もう大きい、あ、大きい、大きい、わたあめを、大きい、あれ大きい、え、ちょっとエロビデオか、え、はい、あらパルキチが自分の領域を全く生かすことができない。エアガイスカメ何かに気が付いてしまったのか。いや、なんだこれ、紛失するザラメがエアガイスカメに今すり寄っていく。何か羽目を使ってる可能性がありますね。何かあるのかもしれません。え、なん、バグか、バグですかね、バグ技、なんか隠しコマンド使ったらお前。さあエアガイスカメが攻めていく。
あれもうこれはでかいぞこれ。なんかあるな、これなんかある、ありますね。なんかあるな、あいつネタ使ったな。壁はめですか、壁はめ。あーさあパルキシ諦めるな、諦めるなパルキシ。さあ右上を駆使して、あの落としていいんだよ野外つかめんの。いやー野外つかめでかいの作ったね、勝者野外つかめ、お見事。あら、さあじゃあ池袋サラ選手 VS、UGM 選手、じゃあじゃんけんして席を決めるんだ。さあ、あ、じゃえ、あ UGM 選手ね、あ違うか、ああジョニキか、ジョニキか、ごめんごめんごめん、うん、ジョニキ、じゃあジョニキ、じゃあこの試合終わったら枠取り直しますね。さあ帝勢との待機戦が続いていく池袋サラ、今度の相手はジョニキということで、ワンピーガワ池袋サラ、やっぱこのペースでやられるとさっき掃除したばっかなのもう汚いっていう。そうですね、まあ、まあしょうがない、毎日やってます。さあ、はい、じゃあさあスタート、ワンピーガー池袋サラ、ツーピーガージョニキ、チャンピオンの強さもう一度見せつけてやると。池袋サラ今日もこのスーパーソリッドファイターワタアメに出場してくれました、元バーチャの鉄人、そしてツーピーガーはジョニキ、帝勢となっております。さあここはおっと池皿が何かね、下側にジョニキをこう追い詰めていく形、そして大きい綿飴をさっさと作っていく。ジョニキも意外とうまいんだよね。うまいんですよね。でさあジョニキは壁アンチを使って、ザラメを捕まえていくスタイルでしょうか。さあこれちょっとね、これは分からない試合になってきたぞ。すごい、まあ、やはりあのもう今回3回目の大会ということで、はい、結構その池袋サラ選手の動画が広く世界中に出回っちゃってるじゃないですか、はい、そういった意味ではこう攻略が推し進んでいるというのは事実かもしれませんね。まあやっぱり お互いこの目が本気ですもんね。目がマジですもんね、目がマジですもんね。さあ回していく回していく、池袋サラがジョニキをギリギリに壁に壁ドン追い詰めていく。あ、この地味に当たらないようにこの自分のテリトリーを増やしていく、ね、この池袋サラの左手注目してください。なんだあの本職っぽい持ち方は何だ。そして回していく回していく、本職本職本職が、あーあーあ、これ負けたじゃないですか、これ池皿選手、これ負け、これ池皿選手負けじゃないですか、これこれ負けたんじゃないですか、これ。よし、今歴史が動きました。勝者ジョニキ。ジャンプ破れる、ジャンプ破れる、ジョニキが今前回チャンピオンを破り去っていった。池袋サラ鉄人が負けた、渡辺の鉄人ついに破った、お見事。さあ、じゃあちょっと枠取り直します。さあ、はい、さあ、バイクで、まあ、どうぞ。言い訳は 2P 有利って俺言ってやったんだけど、あ、本当。でもじゃんけんに勝って 1P 取っちゃった。ああ、なるほどね。 2P 有利、やっぱそうなんだ。あの本職前回は 1P 有利だから。あ、まあ、前回は 1P 取ってる、うん、あ、本当ですか。いや、なんとなくね、なんとなく。何を考えてるんだね。フィーリング、フィーリングだな。まったくもうフィーリングで綿飴作ってことがバレましたね、これでね。というわけで、じゃあ、ついにベスト4となります。ベスト4ですよ、ベスト4です。いいですか。さあ、まさかの大番狂わせ、ストリートファイター渡辺絶対王者と思われた。さあ、300人の外人と300人の外人、200人近くの日本人が見ている。いや、もうなんかユーストがね、外人のコメントしかないんだ。ああ、すごいですね。わかんないんだ、うん、はい、私は日本人です、英語がわかりません。はい、じゃあ慎吾選手、そして、ピノ選手、じゃんけんして席を決めるんだ。ストリートファイターコットンキャンディ、その名もストリートファイターワタメ、ベスト4が出せられました。準決勝第1試合、シンゴ@KOF98
バーサス、ピノ、ワンピー側ピノ、N はインゼ、ツーピー側シンゴ、98ゼ。じゃあ準備ありしたら試合開始。さあここで綿あめをどちらが大きく作れるか、大きさが同じならどちらが美味しそうに作れるか、美味しそうに作れる見た目ならどちらがうまいか、そういったジャッジで勝敗を決めさせていただきます。今日は波乱がございました。なんと前回チャンピオン池袋サラジョニキに敗れるという帝勢の急成長、びっくりしました。そんなこと言って帝勢が綿あめ作ってる姿最近パッテル見ないですけど、一体どこで練習を重ねていたんでしょうか、はい、さあワンプレー50円の店に行ってますねあいつら、ええ、ひどいですね、うち100円ですからね、うち100円ですからね、ワンプレー50円とか行ってんなあいつらな、うん、ひでえな本当に。さあここでピノがまずは、まあ、場所によってはただのところもありますから、ね、ああただある、ただありますね、バカだよね、なんでタダとかやるんだろうね、メーカーが。ほんとゴミだなと思いますけどね。ストリートファイターコットンキャンディーに価値をそうやって捨てるっていうのはね、バカの、バカのやることですよ。バカのやること。個人の感想です。個人の感想です。ね、早く死ねば、死ねばいいのにね、ほんとに。個人の感想です。はい、というわけで、ピノが今大きいのを作ってますね。大きい、大きいということで、さあ、シンゴが逆転したいところ、奥に手を突っ込んでいく。98勢として負けられない N1 イン勢、お前のゲームはまだ新しいじゃないかと、俺のが古参だよと老害発言していく。おこれは浮かして、さあどうだ、ピノ強えな、いやー慎吾さん惜しかったですね、勝者ピノお見事。でかいのを作ったのがピノだった。 N1 イン勢ここで98勢破る、決勝進出ですかね、おめでとう。じゃあ次、エアガイツ仮面とジョニキ、はい、じゃあ帝勢同士で潰し合いです。ユーストリームスウェーデン人、スウェーデンまで来ましたよ。スウェーデン来た、一応スウェーデンに住んでるはず。ああいいですね、いいですね、はい、はい、ストリートファイター、スウェーデンといえばイングベイ・マルムシーンということで、ああそうですね、ダイエットメニューにはカロリーが感じられないそれはデブボットだろじゃあ準決勝第2試合、ワンピーガーはエアガイスカメン、ツーピーガーはジョリヒー、はい、じゃあ俺あの打ち合わせなんで帰るおかしくないですか、おかしくないですか決勝まで行ったら打ち合わせがすげえブッチすんのかって話なんですけどまあでも本当ありがとうございました、すいません、また、あの、リベンジ戦楽しみにしてますんで、はい、また次、また次回よろしくお願いします。池袋サラ、じゃあ今日は帰ります、みんな拍手、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、体気をつけてくださいね、体気をつけてください、はい、頑張って親父から指令が今息子に飛んでましたねマジ泥買ってこいと、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。というわけで、池袋サラが、帰ったところで、エアガイツ仮面とジョニキの対戦になっていますが、両者ともにこそこそ練習してるっぽくて、こそ連勢ですからね、かなりもうガチ勢、池袋サラ時代じゃねえんだよみたいな感じのプレーをもう見せてますね、早くもね。さあ回していく、さあジョニキをカードに追い詰めて、下側にエアガイツ仮面が回していく、どうなんだ、大きくなっていく、そろそろ回転が止まる頃、でもエアガイツ仮面のなんか改めて傾向あるよね、なんかね微妙な、いわゆるそのロールプレイングゲームでいうところのメイス系を作るんですよね、ええ、ジョニキは結構スライム系を作っていくんですけど、大きい、ちょっと間近で見てきます、もうちょっと資産下げて、エアガイツ仮面、あれキノコキノコとタケノコ、キノコの山とタケノコの里、キノコの山とタケノコの里でどっちがうまいの、俺はタケノコですね、勝者、あ、なに、そんなんで決まっちゃうの、勝者ジョニキ、勝者ジョニキ、
いやーでもねそっちを捨てがたいんだよね。でもね普通商売に使うのはやっぱこっちなんだよね。ありがとうございました。はい、俺余計なこと言っちゃった。ええー、あ、じゃあ次余計なこと言っちゃった。決勝戦ですね。さあ決勝です。デザインだと8日目の勝利なんですが、やっぱこうプロの仕事と考えるとですね、上抜きかなっていう気がしたんで、まあ次回は測りを用意して、ええ、グラム数で戦いをちゃんとしっかり決めたいと思います。それにしましょうね。はい、だんだんなんかよくわかんないことになってきました。はい、あれ、あ、あ、違う、ピノじゃねえか。ピノです、ピノです。じゃあ最後ピノと上抜きいきますよ。ストリートファイターカーニバル3、5日目、第1種目スーパーストリートファイター渡辺大会決勝戦始めたいと思います。じゃあエノインゼ、ピノ、そしてミカド勢の上力、決着をつけるべく今 1P、2P 両者じゃんけんをして席につく。赤い席が来店よろしく 1P 側、青い席が 2P 側、 1P 側エノインゼ、ピノ、 2P 側ジョニキ。じゃあ泣いても笑ってもこれが最後、今日は大波乱があった。まさかの池袋皿破れるという大波乱があった。池袋皿を破ってきた男たちがついにニュージェネレーションとしてこの決勝で相まみえるこの戦い、渡辺世界一、ピノかジョニキかどっちなんだ、早く決めろ。渡辺の作るアニメ、これで最後、この粉雪も舞う、この粉雪も最後でございます。俺が世界で一番渡辺を上手に作れるんだと世界中から集まってくれた岡山、北海道、横浜、スウェーデンと、いねえよ、そんなスウェーデン勢、スウェーデン勢が インギーも参戦ということで、そうですね。人工衛星から見えるのは万里の頂上だけじゃないぜ、俺の家のペヤングの山さっていう。バカかっていう。あれですね、インギーボットですよ。インギーボット面白いですよ、皆さんもツイッターで探してみてください。はい、じゃあ回していきます。さあピノがジョニキはもう完全に壁はめがうまいですね。もう完全にもう壁で自分のスタイルなので、あの安定していつも同じような形をこう作り、あーあああ、これ文句ないっしょ。文句ないね。まるであのろくろを回す職人のようにジョニキが見事な綿あめを作っている。勝者ジョニキ、優勝おめでとう。もう今帝の前に怖いベンツいっぱい止まってます。今スカウトしに、はい、いろいろ来ますよ。怖いベンツ、キャデラック、セルシオ、全部並んでます。なぜか今もうジョニキがもう スカウト、もう敵がスカウト、マネージャーとしてどうですかということで、さあじゃあジョニキそれを持った、じゃあ優勝者ジョニキ、みんな拍手、ありがとうございます。今回、はい、どうですか今日の戦い振り返って。いや、今日初プレイだったんですけど。すいません。立ち回りをマサオから教えて。あと自分で、これ超綺麗なんだけど。いや、アレンジしたんですよ。アレンジ。左手で押さえて固定して、ここが余計なとこに伸びないようにして。なるほど。今日あれ池皿破ったのってジョニキだっけ？はい、僕です。ああ、じゃあもうチャンプは超えるわ。よかったね、あいつ帰って後で。あいつなんて言っちゃいけないんですけど。本人の目の前じゃ言えないですけど、今日初プレイの。息子の目の前では言えますけどね。息子はほら不良だから別に言えますけど、あとで息子から親父に伝わるわけだよ。初プレイのやつに負けましたよだって言えないじゃないですか、あの人に。まあ良かったですよね、そんなわけで。勝ち込みきますよ。料理とか得意なの？いや、全然全然全然得意じゃない。でも昔ちょっとやってたんですけど。本当に人に食わせるレベルじゃないです。人に食わせるレベルじゃない、はい、俺料理作れるんだよ、カップラーメンみたいな感じでしょうか。まあいいや、分かった分かった。というわけで、今これからもちょっとストリートファイター綿あめ、ストリートファイターコットンキャンディ、もうちょ外人たちがもう今注目のゲームになってますから、はい、家庭用飲食も待ったなしですし、はい、ぜひ最強の男として君臨してください、はい、じゃあ優勝したジョニキにみんな大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。はい、いや24人でよかった、よかったよかった。いや、もっといるかと思いましたけどね。危ないところでしたね、はい、というわけでございまして、ストリートファイターカーニバル、第5戦
第1種目スーパーストリートファイターワタアメ大会以上終了。ありがとうございました。みんなどんどんワタアメを食べて病院に担ぎ込まれないように、ワタアメを食べて、ミカドのインカムに貢献してください。よろしくお願いします。ワタアメ絶賛稼働中、よかったらぜひ食ってください。じゃあ準備ができたらマジドロ3大会始めたいと思いますので、今しばらくお待ちください。マジドロ3大会は3本選手設定とさせていただきます。日本選手設定とさせていただきます。あっという間に死ぬゲームです。はい、覚悟を決めて勝負を、挑んでください。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと、あれですね、使います。はい、ちょっと設定を変えますので、配信の方をこれで終了させていただきます。準備が整いましたらまた再開しますのでしばらくお待ちください。舐めるなよ舐めるなよ、よー